ついたついた。え、誰？かわいい。めっちゃかわいいんやけど。皆さんこんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2022年10月14日金曜日の午後3時43分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。愛の島の住民一同でお客様を歓迎しましょうね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、スマホが鳴っている。もしもし、愛のさん、たぬきちだなも。実は今僕の知り合いが来てるんだけどね、ぜひ愛のさんに紹介しておきたいんだなも。急で申し訳ないんだけど、ちょっと飛行場まで来てくれるかな。ね、見て見て、私の格好。この間買った一式なんよ、マネキン。あ、で、そう、今回はね、やっとこさ、ハッピーホームパラダイスやっけ、追加のやつ、あれを買ったので、やっていきたいと思います。アイナさん、来てくれたんだもんね。たくみさん、こちらがアイナさんだらも。この服装にこの髪型合っとることない？はじめまして、たくみです。はじめましてっていうか、お久々って感じやけど。以前に私、たぬきちさんの不動産会社で働いたことがあるの、知ってます。そうそう、たくみさんは建物の設計からインテリアコーディネートまで何でもこなせる優秀な人なんだなもん。僕の会社を辞めて独立した今は、別荘地の開発をしてるんだもんね。独立したの？たくみさん、マジで？すげえかっこいいやん。めっちゃかっこいいやん。ええ、そうなんです。事務所も新しく構えて、いよいよ別荘を販売しようというところまでは来たんですけど、困ったことに肝心のお客様の希望に合わせた別荘を作れるスタッフがなかなか見つからなくて。自分で作るわけではないの？たくみさんが。心当たりがないことたぬきちさんに相談してみたら、ぜひ紹介したい人がいるって。ひえ。それがズバリアイナさん、君のことだなもん。この話を聞いて真っ先に浮かんだのがアイナさんの顔だったんだもん。別荘を作るのもお家を飾るのも要領は変わらないからね。まあそうだろうけども、でも別荘の方がちょっと豪華な感じがする。どう、アイナさん、たくみさんのところで働いてみる気はない？君ならきっと即戦力になれるだなもん。働いてみる。お給料もらえるんかな。え、でもあれか、え、ハッピモリの時ってなんかお給料とかもらえよったっけ。たぬきちさんの推薦なら間違いないわ。あなたさえ良ければ大歓迎よ。ここからでも通える距離だし、もちろんお給料もきっちり払うから、どう、やってみない？ここからでも通える距離。なんか今飛行場におるんやけど、飛行機で通うってことめちゃくちゃリッチやね。まあやりましょうか。あ、お給料払われるんや。やったね。本当に？やった。それじゃあ早速あなたを迎える準備をしなくっちゃ。私は先に戻らせてもらうわね。あなたが来てくれるのを楽しみに待ってるから。仕事場に飛行機で通うとかいいことある？あ、すごい、尻尾、たくみさんの尻尾初めて見たかも。たくみさん喜んでただもんね。アイノさんも準備ができたらこの飛行場から出発してたくみさんと合流してほしいだなもん。出発したいときはカウンターでお仕事に行くって伝えてね。それじゃよろしくだなも。うわー、お仕事が開始するんすね。あ、で、見て、これこれこれ、この服装。私があのマネキン一式買い取ったやつ、もうそのまんまのコーディネートでおるよ今。はい、そして世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。おっと、これはアイナ様。アイナ様は匠様の事務所でお仕事をされるご予定なのですよね。たぬきち社長より伺っております。疑ったらいかん。たくみ様のところへ出発される際は、どうぞお気軽にお仕事に行くとお申し付けください。気軽に仕事に行きたくねえな。ということで、アイナ様、早速利用されますか？お仕事に行きましょう。本当は遊びに行きたいけど。お仕事に行かれるのですね。ラジャーです。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか？出発！はい、受けたまわりました。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライト、よろしくどうぞ、コピー。ラジャー、いつでも OK だ。では、良いフライトを。グッドラック。どんな感じ？ハピモリと同じような感じかな。
ところでアイナ様、この便へのご搭乗は初めてですよね。多分行き先が違うもんね、いつもと。これから向かう先には小さな島々が散在しているんですよ。島ごとに気候も異なっていて、様々な景色を満喫できるとてもいいところなんです。もしかして島から選ぶ感じ？アイナ様はお仕事で行かれるとのことですが、きっと楽しいお仕事になるかと思います。本当にか。では到着までしばらくありますので、座席前のモニターをご覧になって おくつろぎください。これ座席前のモニター、え、これなんか普通にですよね。ナビしてくれるだけはね。え、めっちゃちっちゃくない？島さっきのね、家一軒建つぐらいだけの島やったよ。お、ここは広い。うわー、ジャングルっぽい。ツタが。お、気候全然違うって言ったね、そういえば。雪が積もっと。あ、ここは綺麗。古代の遺跡とかありそうじゃない？あ、これが事務所かな。事務所ってか会社？集まれ動物の森、ハッピーホームパラダイス。本当にめちゃくちゃいっぱい島あるね。アテンションプリーズ、当機は間もなく目的地に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。当機は間もなく着水いたします。なんかあれやね、だいぶ平べったい建物ですね。着いた着いた。え、誰？かわいい。めっちゃかわいいんやけど。ようこそ、たくみさんが言ってた新しいスタッフさんって君のことだよね。めっちゃ可愛いんやけど。何？猿猿。何猿？そうだよ。よく来たね。オイラはニコ。新キャラやん。たくみさんのところで働いてるんだ。独立したって言った時にやっぱこう新キャラが出てくるんやね、スタッフで。みんなお待ちかねだよ。事務所はこの桟橋からまっすぐ行ったところ。ほら、こっちこっち。めっちゃ可愛い。すげえ可愛い。ちょっと住民に欲しいんやけど、もう動けるんやね、私。ね、船もあったね。船で島の間を移動するってこと？ここが事務所だよ。さあ、中に入ろう。すぐそこにあった建物は一体何なんやろ。なんか、グレーのね。まあ、入ります、先に。おぉ。この子も新キャラ？アイナちゃん、いらっしゃい。待ってたわよ。いきなりちゃん付け。あれ？さっきまでさん付けじゃなかった、気のせいかな。ニコちゃんもお帰り。案内ありがとね。かわいいなぁ。あの子住民に欲しいんやけど。ニコちゃんはもう自己紹介したと思うけど、改めてみんなに紹介させてもらうわ。ねえ、横にあるやつ何？なんか商品っぽい感じで並んどるね。買えるんかな。こちらアイナちゃん、別荘作りの担当として一緒に働いてくれることになりました。てか、スタッフはおるのに、メスを作る人がおらんってどういうこと？この二人は何をしてるの？何用スタッフ？アイナちゃんのこといろいろ助けてあげてね。お世話になります。改めてよろしく。わかんないことがあったら何でも聞いてくれたらいいよ。この辺りの島はどこもオイラの庭みたいなもんだからさ。マジで？そんな？ニコちゃんはこの辺りの出身だから周辺の地理に詳しくて、どこの島にも迷わず連れてってくれるわ。この辺りの出身？これから家を建てるのに？野生ってこと？そういう感じ？営業とか家作りのことも勉強中だから、そういうのもちょっと教えられるかもね。家作り勉強中なんか、もうこっちはいきなり作らされるんですけど。次はナッティさん。ナッティさんには家具などの手配をお任せしてるの。これ何の動物？なんか、トドとかセイウチとか、そのあたり？事務所にはうちで手配できる家具やお土産なんかのショップもあるんだけど、そこも彼の担当よ。あ、それがこの横のやつってことかな。ふんふんふん。お土産？ショップはスタッフも利用できるから、興味があったら後で商品を見ていって。ここでしか買えんやつってことよね、きっと。何？喋らないな、君。さあ、今日からこの4人で力を合わせて頑張っていきましょう。これで全部なんやね。おー。あ、ここの事務所も季節ごとになんか変わる感じかな。ほら、あそこにかぼちゃ飾ってあるもん。それじゃあ、アイナちゃんにはまず制服に着替えてきてもらおうかしら。あ、そのアロハシャツが、制服？お仕事の時は基本制服を着るのがうちのルールよ。そこ自由にしてよ。
あなたの制服は2階のスタッフルームのロッカーに入ってるわ。2階は奥の階段から上がってね。スタッフルームのものは自由に使っていいわよ。鏡やキャビネットなんかもあるから。じゃ、着替えが終わったら声をかけてちょうだい。おう。ねえ、ちょっとスナック菓子めっちゃ散らばってるんですけど、この状態で売る感じ？あ、これお土産かな。え、美味しそう。高校は帰れんかったわ。あ、いいね、いいね、こういうの。うちの島にも欲しいです。ここがスタッフルームか。おしゃれな感じやね。んで、あ、ロッカールームこれか。え、匠2個、ナッティの名札がかかっている。あ、一人だけ別。いじめかな。ここが自分のロッカーか。制服はここに入ってるみたいだ。空っぽにしか見えないですけどね。このロッカーでお仕事するときのコーデを編集できます。お仕事するときのって言っても、他のに着替えちゃいかんねやろ。え、私そんなもの持ってましたっけ、みたいな服がいっぱいあるんやけど。え、私こんなん持っとった？クマのリュック絶対持ってなかったと思うんやけど。くちばしとかも持ってなかったはず。え、この辺のとか。ここに中に入ってるやつは全部仕事服？いや、ふざけとる仕事服しかないけど、そういう感じなんかな。まあこれで OK。 よし、降りますか。着替えました。着替えてきたのね。すごく似合ってるわ。改めてアイナちゃん、たくみライフへようこそ。あ、まだ言ってなかったっけ。たくみライフっていうのはこの店の名前よ。たくみライフが目指しているのは、お客様がリラックスして心のままに過ごせる空間を提供することなの。え、てかさ、事務所自体がこんなね、なんか散在した島の一つにあるって、お客様こんなとこまで来る？普通事務所は街中にあったりするもんじゃないん。あなたにお願いしたいのは、お客様がどんな風に過ごしたいとお考えなのかをしっかりと感じ取って、その方にぴったりの別荘を作ってもらうことなの。お仕事の流れは実際にやってみながら覚えてちょうだいね。できるだけのサポートはさせてもらうけど、私はここを離れられないから。別に大丈夫じゃない？鍵閉めて出てくれば。現地で別荘をコーディネートするときは、ニコちゃん付き添ってあげてね。任せてよ、たくみさん。オイラがついてるから心配いらないよ。なんならニコ先輩って呼んでくれてもいいし。めちゃくちゃ後輩感溢れてるけどな、なんか。よろしくね。じゃあ早速お客様を探しに。探しに？こっちから出向くの？なんか、え、でかいでかいでかい。エレフィンかな？いらっしゃいませ。お、やね。こんにちは。なかなか雰囲気のいいお店じゃない。ここで別荘作りの相談ができるって聞いたんだけど、ルン。なんかさ、もう別荘を作りたいってなって検索して、本当に最初からその意思がある人しかこの店にはたどり着かんよね。たまたま見かけることないもんね、こんな場所。受けたまわっております。ではお客様、こちらへどうぞ。かわいいな、エレフィン。実はちょうど本日から別荘作りの受付を始めたところなんです。昨日来とったらアウトやったってことやね。最悪やん。事前に告知しろや、ホームページとかで。あら、タイミングが良かったわ。この辺りには何度か観光できてるんだけど、いつも不思議とリラックスできるのよね。きっと空気が私に合うんだわ。観光で？この店しかないんじゃないの、ここ。だから好きなだけくつろげるプライベートスペースがあったら、どんなに素敵かしらって思ったの。ただ、そうは言っても別荘を持つなんて初めてだし、どうしたらいいのかよくわからなくて。今回のエレフィンはあれかな？私がさっき言った。グレーのあの建物は何って言ったやつが別荘になるんかな。え、だいぶ地味やけど、もっと派手なのがいいな。派手っていうか、もっと可愛いのがいい。よくない？エレフィン。ご安心ください。お客様の理想を叶えるために、全力でお手伝いさせていただきます。こちらのアイナを担当にお付けしますので、ご希望内容を詳しくお聞かせください。それでは、打ち合わせのスペースへご案内いたします。打ち合わせスペースなんかあったっけ？ 2 階？あ、違った。外やった。テラス。風が気持ちいいわね。こういう場所で相談っていうのも悪くないわ。それじゃあ早速だけど、私の希望を聞いてくれる？ルン。なんか虫に刺されそう。はい、何でもおっしゃってください。別荘でどんな風に過ごしたいかなど、イメージはお持ちですか？
ええ、そのことばかり考えたんだもの。それに絶対に置きたい家具もあるの。私の理想はこんな感じで。あ、なるほどね、必須家具があるわけか。安らぎの読書タイム、エレフィン様。絶対に置きたいのはこの3つ。なるほどね、ロッキングチェアに座ってゆらゆら揺れながら本が読みたいわけや。安らぎの読書タイム、素敵なイメージですね。アイラちゃん、今お客様がおっしゃったイメージを必ず差し上げてね。うんうん。お客様、別荘の立地について何かご希望はございますか？実はこの近くにある小さな島が前から気になったのよね。場所は？あ、あの島ですね。ではここからは現地で相談しながら進めてまいりましょう。ん？すぐそこの建物じゃないのか。違う島なの。お客様のご案内よろしくね。現地へはニコちゃんがボートで連れて行ってくれるから。向こうに着いたら別荘作りスタートよ。頑張って。お、頑張ります。